ジャー、今回はですね、ボスのね、オーバードライブのお話なんですけど、まあ、ボスのね、まあ、この定番のオーバードライブについてはね、まあ、今までも何回か動画上げてますけど、ブログの方に、まあ、ちょっと常連さんの方からね、ちょっとお便りいただきまして、まあ、お便りというかそのご質問の内容がね、超シンプルな内容だったんですけど、内容はね、まあ、皆さんその動画で、そのこのモデルによってね歪みの違いいろいろ設定を変えて、まあ、その切り替えてね音の違いを、まあ、説明されてる方が多くて、まあ、僕もいつもそのパターンでやってるんだけど、そのご質問の内容が、僕ね、僕はどうやって使い分けてますっていう、まあね、全部この SD1 と BD2 と OD3 どうやって使い分けてますかというシンプルなご質問だったんですよ。うん。で、いつもの説明はね、OD3 はこういうところがこうですよとか、SD1 はこういうところがこうですよ、BD2 はこうですよっていつも言ってるでしょ。で、じゃあ僕はシンプルに普段どうやって使ってるかっていうね、まあそういう内容だった。多分そういうことだと思うんですよ、そのメールの中身はね。で、前にも言ったけど、OD3 はどうやって使ってるかっていうと、僕はプリアンプみたいに、本当に OD3 で歪ませることはね、少ないです。うん。で、SD1 は、ちょっと粘りのある歪みとして使う場合が多い。で、BD2 の場合は、前回お話したみたいに、フルアコみたいにちょっと、ギター自体が、ちょっともっちりした音のやつは、BD2 で音をシャッキリさせて使う。まあもちろん歪ませて使うんだけど、BD2 の場合は。ちょっと、丸みのある音のギターを、つなぐときは BD2 に使ってます。うん。で、前にね、ちょっとご説明したと思うんですけど、OD3 はね、ものすごくアンプライクっていうかね、ちょっとオーディオカーブっぽいんですよね、音が。ものすごい超素直なんですよ。で、SD1 はいい意味でちょっと下品なんですよね。広域と低域がある程度切られちゃうんだけど、中域にものすごく集中した音で、歪ました時にいやらしく粘る音が出るんですよ。SD1 はね。で、じゃあ、OD3 はよくSD1 より低域が、ね、中低域がガツッと出るっていう話をね、まあ聞いたことあると思うんですよ、皆さんね。うん、確かに出るんですよ。ですけど、歪みを上げてった時に、SD1 みたいな粘り臭いっていうのかな、ちょっとドブ臭い感じは、OD3 意外にないんですよ。ね、素直に歪みすぎるっていうのかな、もの超アンプっぽくて。うん。で、SD1 はアンプっぽくないんですよね。やっぱりオーバードライブ。中域に音を集中させた、まあ、バンドに入って歪ました時に、ギターの音がね、いい形で目立つような感じになるように歪むのが SD1 なんですよ。うん。で、もちろん同じような、音はね、OD3 の後にできた機種だからその辺は考えてあるんだけど、同じような感じは出るけど、いやらしさはちょっとないんですよ。意外に素直。優等生なんですよ、OD3 ってね。うん。で、前もね、前回かな、お話ししたけど、ちょっと低域がね、邪魔になる時がある。バンドで使うとね。うん。でも、僕は普段、歪みで使うことはあんまり少ないもんですからね。OD3 をよく使うっていうのは、クリーンブースターとして使うことが多いんですよ。で、今日はね、前回お話ししたこの、マイクロキューブね、マイクロキューブで、今日は、これね、JC、設定は JC になっとるね。ね。部屋で弾くときはね、このぐらいの音量で弾くことが多いんだけど、
まあ、これは、歪ましてないクリーンの状態ね。で、シミュレーターの設定が JC ね、JC クリーンってやつなんだけど、まあ、歪んでない普通の、ごくごくシンプルな音ですよね。で、やっぱりちょっと物足りないなっていう時あるでしょ？で、宴会とかね、ちょっとした、イベントで、ちょっとした集まりで使うって言ったでしょ？前回ね。で、やっぱりボリュームを上げてっても、ちょっとパンチがない。どうしてもミニアンプだからね。まあ普通の、こういう、まあ10インチとかね、12インチ積んでるスピーカーと、スピーカーを積んでるね、アンプと違って、やっぱり、ちょっと下の音にね、パンチはないんですよ。どうしてもね。まあ、もちろん音を上げていけばね、多少はあれだけど、やっぱりどうしても、スピーカーが12センチぐらいだからね。うん。で、こういう時に、僕がね、OD3 使うのは、やっぱり、中低音にちょっとガッツが出るんですよね。ちょっと入れるね。OD3 ね。クリーンブースターとして普段使ってます。オフだと、これ、まあ、今ね、歪ませてないドライブはね、この0の状態ね。0っていうか、まあ、7時の状態ね。まあ、もちろんオーバードライブだからね、クリーンって言っても多少はこう歪むんだけど、これ聞いてわかると思うけど、ちょっとパンチ出てるでしょ？これでないと、ね、こうやって使ってます。ちょっと中低域を持ち上げたいな。まあもちろんレベルをもっと上げていけばね、ボリも。切ると、これね、同じような感じでもし SD1 でやるとするでしょ。まあちょっとね、ゲインがね、音量があんまりないからね、SD1 っていうのはね、OD3 に比べて。OD3 ってね、ゲインが結構高いんですよ。出力がね。SD1 はドライブをね、下げた状態だとあんまりね、レベル上がらないんですよね、SD1 はね。オフね。まあそれでもね、多少上がるわね。として使う場合はね、単体で使うとね、OD3 みたいには働いてくんないんですよね、SD1 っていうのは。クリーンで使う場合ね。ただ、SD1 の美味しいのは、ゲインをね、ゲインとかこのドライバーを上げていくと、本領発揮してくるんですよ。ちょっと上げていくね。まあ、ドライバー上げるとね、こうゲインが上がるから、ちょっとボリューム、レベルは下げるね。
わったけど、今聞いてわかると思うけど、この音は大きくなってんだけど、まあ歪みも入ってるんだけど、下の音ないでしょ、下の音をね。で、これがね、OD3 で、クリーンじゃなくて、ある程度今度歪ませるよ、OD3 でね。SD1 より SD1 より下の音は出るけど、結構素直でしょ、歪みの音が。 SD1 だと、まあ、ちょっと上げるかな。微妙なんだけど、こう弾いてるとね、やっぱり粘り弦にちょっと絡む感じがしてきてね、 SD1 はね、歪ませてくと、ドライバーを上げていくと、やっぱりちょっと弾いててちょっとその気になってくる、 SD1 はね。で、中身言うけど、 OD3 はやっぱりその歪みの、原因を上げていくとね、ドライバーを上げていくと、まあアンプでそのボリュームをね、上げて、その、歪んでいく人だんだんね。あの感じなんですよ、ものすごく。ものすごくアンプをいじってるみたいな感じ。粘り気はそんなに出てこないんですよ、OD3 ってね。ものすごく素直。だから僕は、歪みとしてはほとんど使わずに、本当にクリーンブースターとしてね。で、ま、噛ませて使うことは少ないって言ったけど、たまにあるのが、歪みだけは SD1 で稼いで、
こっちを、まあ、ちょっと全体を音を持ち上げる。で、ちょっと、こいつに足りない中低域をこれで補うみたいな感じで使うことはありますよ。例えばね、SD-1 で。これに、こっちでね、OD3 でちょっと持ち上げて。まあ微妙だけどね。まああくまで、こっちはクリーンブースターオンリーで使ってます。歪みで使うことはもうほとんどないです。うん。逆に何回も言うけど SD-1 はクリーンブースターで使うことはものすごく少ない。うん。まあ、単体の場合の話ね。これはある程度もう、どうかな、10時から、こう1時の間ぐらい。この辺が、やっぱり、僕の中では SD-1 はやっぱり美味しいかなってね、この。あんまり、ちょっとだけ歪んでるとかね。このちょっといやらしい感じの粘る感じね。これはやっぱりオーディ3じゃね、出ないですよ。やっぱり SD-1 ならでは。うん。で、ちょっともうちょっと上げていくとね。うん。これはやっぱね、SD-1 だね。この辺の歪みが美味しいのはね。うん、で、これはね、ワザクラフトだから、カスタムモードがあるからね。で、これ C にするとね、カスタムモードにするともうちょっと下が出るからね、今度。でいつも持ち歩くって言ったけど、 SD-1 は単体で持っていくことは意外に少ないんですよ。 SD-1 持っていくときはメサブギーのね、前にもやったフラックスドライブね、あれと抱きかかえで使う場合がありますね、うん、だから SD-1 はね単体で使うのは少ない。で、最初に言ったね、この BD-2 ブルースドライバーね、ブルースドライバーはやっぱりクリーンブースターと、本当にクリーンブースターとして使えるんだけど、やっぱり、広域集中の音だからね、ちょっと、やっぱり、カリカリ、いい意味で、クリーンで使うとカリカリすぎるっていうのかな。歪ませて使ってなんぼのオーバードライブだと思うんですよ。B で2はね。その上寄りだからね、音がね。で、BD-2 はね、歪ませて使うとこのカスタムモードね、このダブルだからね、
そうすると。ちょっと上よりの音だからね。で、僕はそのこのね、こいつとこいつはねちょっと改造してあるんだけど、これにはねプリセットトーンというかね、ちょっとやっぱり広域寄りだから音がちょっと補正するためにね、ちょっとフィルターをね入れたんだけど、ちょっと入れるね。ブルースドライバーはブルースドライバーの音ですね。うん。最近はでも一番歪みの中では一番出番が少ないかもしれない。ソリッドギターに関してはね、普段使ってるストラトとかそういうのには あまり使いませんね。最近はね、本当フルアコ、僕の場合ももう最近は BD2 はもうほとんどフルアコ専用のオーバードライブ、クリーンブースターとして使うことが多いですね。やっぱりギターがどっちかというともっちりした中低域寄りのギターにはもう相性めちゃくちゃいいですからね、BD2 はね。だってフルアコ、まあ、175とか335とかね、カジノとか、ああいうのを使ってる人はね、やっぱり BD2 がね、合うと思うんですよ。すごいね。うん。どっちかというと、重ための音が出るピックアップを積んでるギターには、ビデツはね、誠に合うと思う。で、本当に究極に枯れた感情を追求したいんだったら、ストラトのハーフトーンとかね、フロントの、ちょっと枯れた音をね、使って弾きたいよっていう人は、ある程度歪み上げて使うんだったら SD-1 がね、やっぱり定番の、やっぱ売れてるだけあってね、ある程度歪ませて使うとものすごくやっぱり SD-1 はね、ものすごく美味しいなと思います。特にライブでね、使ってる人はわかると思うけど、やっぱり SD-1 の歪みって、なんちゅうのかな、結構どの曲にもね、うまいことハマってくれるんですよね。うん。まあ、いい意味で癖がない。うん。まあ、個性がないっていう人もあるけど、うん、すごい扱いやすい歪みなんですよね、SD-1 はね。うん。まあ、クリーンブースターとして使わないよっていう人は、SD-1 はね、いいと思います。うんで、全く僕がね、普段やってる音楽みたいに、まあ、インストで、ほとんど、歪みは別のエフェクターで使うけど、まあ、まあ、あくまでプリアンプみたいな、クリーンブースターとしてしか使わないよっていう人は、OD-3。が絶対いいと思います。で、JC120 使ってる人ね、まあ、JC22 とか今40とかあるでしょ。あの辺でやっぱりちょっと中低域が物足りないなっていう人は、ちょっと手前にね、OD-3 入れると、めちゃくちゃ音しまいますから。うん。JC 使ってる人はね、OD-3 絶対持ってた方がいいと思いますよ。うん。まあ、ギターにもよるけどね。うん。僕はま、スタジオでエフェクター持ってかずに、もう本当にギター1本だけで行くときは、ギターケースなんかに絶対入れてきますからね、OD-3 は。で、もう前回じゃなくて、もうかなり前にもお話ししたんだけど、ちょっと本当にくたびれちゃってるような JC でも、OD-3 でね、かなり音補正できますから。で、このグヤトーンのね、僕が普段使ってるフリップね、これライブでもね、これ 20W なんだけど、
ライブでもほとんどこれでやるんですよ。結構でっかいホールでもこれ使うんですよ、僕。うん、もう PA である程度使っ、ね、拾ってもらえばいいから、20W あればね、全然十分だと思うんですよ。で、歪み具合もやっぱりその辺のクラス、20W、25W クラスのアンプの方がね、ピークが早いっていうのかな、やっぱり大きい 50W、100W のちょっと余力のある真空管アンプより、やっぱりこの辺の 20W 限界ぐらいのアンプの方が、やっぱりちょっと美味しいんですよね。ちょっと歪ませる手前ぐらいで使うね、音量だけ上げて、そういう使い方するとものすごく、まあこのグヤトーンは特にそうなんだけど、ある程度持ち上げてね、音、大きい音で、もうこいつの限界ぐらいの音で鳴らすと、ものすごく美味しい音出してくれるんですよ。でも、もうちょっと、もう一歩前に出てほしいな、みたいな時は、もうオーディオスリーを手前に入れるだけね、もう本当に原因絞っちゃって、本当に独立な状態で、グヤにつなぐともうめちゃくちゃいい、相性めちゃくちゃいいんですよね。でこれはね、オーディオスリーは意外にね、結構そのギターの種類を選ばない、オーディオスリーはね、まああくまでその主観だけどね、僕の今まで使ってきた主観だけど、あのオーディオスリーは結構あのいろんなモドライトにも合うし、ストラトにも合うし、レスポールにも合うし、でSD-1 は正直モズライトにあんま合わないですよね、 SD-1 って。なんかストラトにはめちゃくちゃ合うね、やっぱりね。あくまでその歪ませる、ある程度歪ませる前提での話ね。まああくまで個人的なね、あれだからね、まあ、人それぞれだと思うけど、うん、まあこういうことですね。もう一回言うと、フルアコみたいな中低域のギター自体が中低域寄りの音がある程度出るギターにはビーデツを使ってます。で、ストラトとかね、を使って、ストラト、まあレスポールというかストラトだな、ストラトを使ってある程度ちょっと枯れた歪みが欲しい、ちょっと粘る感じが欲しいなって時はもう迷わず SD-1。うん。で、OD3 は、まあ、モドライトでよく僕は使うんだけど、もうあくまで本当にクリーン。歪みはもうアンプの方に任しちゃって、ある程度ドライブはね。うん。あくまで、その、ちょっとアンプに送るための音をちょっとプッシュするためにね、ちょっとだけ中低域にパンチが欲しいときは OD3。というか、まあ、ほとんど OD3 で通してます。大体。ライブでも大体、こいつを通す、うんうん、で、まあ、いろんなエフェクターを使えるときはね、最後にこいつをつなぐことがある、うん、コーラスとかリバーブとかディレイをかけてもアンプによっては最終的にこいつを通す場合がある。普通は空間系は一番最後につなげって言うけど、もちろんその他のドライバーをね、つないで空間系に行って、まあ、最後空間系にして最終的な音をこう整える感じに OD3 を使う場合がある。それは前も言ったね、フラックスドライブ、ブギーのね。あいつもそういう感じで使ってるんだけど、本当プリアンプみたいに最後の音を整えるために OD3 を使うっていう場合がね、多いです。うん。僕の仲間でもね、多いよ。そうやって使ってる人が。OD3 は、まあ、エフェクターとしてじゃなくて、アンプみたいな感じで使ってる人がね、僕の、まあ、インストをやってる仲間は多いです。OD3 ね。そうやって使う人がね。歪みとしてはあんまり使わない。アンプっぽいから、何回も言うけど、アンプっぽいから、アンプっぽいんだったら歪みアンプに任しちゃった方がいいもんね。うん。これはあくまで、クリーンで持ち上げる感じね。うん。で、アンプじゃ SD-1 の音は出ないからね。やっぱり、ちょっと粘り、絡みつく感じの粘りがある音がやっぱり SD-1 は出るからね。うん、で、フルデジタルのね、OD1X ってあるでしょ？デジタルの、あれもね、ものすごく音いいんだけど、やっぱり、あいつとこいつとだと、やっぱちょっと音の方向性がちょっと違うんだよね。うん。OD1X ってね、デジタルなんだけど、あれはよくできた、オーバードライブでね。うん。あれ本当に
迷ってる人はね、もうこの辺選ぶより、OD1X? あの、4つつまみがついたやつ。あの、銀色のパネルのやつね。まあ、あんまりアナログだとかデジタルっていうことね、こだわらんかったら、僕はあれおすすめします。もしこの辺で迷ってるんだったら、ちょっと高いけどね、あれ1万5000円くらいするんだけど、OD1X、あれはね、超おすすめ。あれ、借りて使ったことあるんだけど、あれいい音するんですよ、あれ。うん。で、言われんかったら、デジタルってわかんない、あれは。うん。よーく聞くと、あ、デジタルかなって思うけど、歪みの設定によってはね、全然わかんない。うん。ほんとクリーンか、ドクリーンから、ある程度歪みね、ドンシャリな音まである。全部できるからね、OD1X って。うん。もし、迷ってんだったら、OD1X 買った方がいい。だから順番だったら、もうこれからね、オーバードライブ初めて買うっていう人は、OD1X を最初に買うのはありかもしんない。うん。これからの人はね。うん。まあ僕みたいに下手でもギターを長いことやってる人はやっぱりこの辺のね、なんかその、癖のあるオーバードライブが欲しくなるんですよ。イバニーズの、TS9 か。あの辺とかね。あれもやっぱ独特だからね。あの音はあの音でやっぱり、いいもね、ちょっと鼻にかかったような感じだけど、ちょっと荒くれた感じでね、いいですよね、TS の音はね。うん、微妙、似てんだけど微妙に違うね、SD1 の音と TS9 の音はね。うん。あそこまで癖はないからね、OD1X っていうのはね。本当にアンプっぽいんだけど、もちろんその粘る感じも出るんだけどね。出るけど、なんていうのかな、スマートなんだよね、OD1X って。うん。だから、OD1X はちょっとクリーンめにしてね、本当にドライブ絞っちゃって、アンプにある程度歪み任しちゃって、で、ちょっとこう、押し出す感じをプラスアルファしたいときは、OD1X はね、いいと思いますよ。迷ってるんだったら OD1X。僕は最近の、まあ、この何年かの間に出た オーバードライブだったら、OD1X がね、いいと思いますね。うん。今日ね、小さい音で、ね、マイクロキューブで弾いたからわかんないけど、これね、本当にライブハウスとかね、ちょっとしたスタジオでやるとね、OD3 の良さはね、ものすごくわかるんですよ、これね。美味しい、これ。うん。よくね、ギターケースに BD2 だけ入れてる人あるけど、なんとなくね、わかるんですよね。まあ、僕も一時期入れてたからね、BD2 は絶対ギターケースに入れてたからね。だけどやっぱりずっと使っていくと、やっぱり一番自由が効くのは OD3 かな、うん。歪みの粘っこさは SD1 ほどはないけど、やっぱり、なんていうかな、いいとこ取りって感じかな、OD3 はね。そんな感じです。ちょっとね、毎回同じになっちゃうね、説明ね。うん、まあ、とにかくボスのオーバードライブは癖がねないから扱いやすいですから。